こんにちは、古川光です。今回は創業融資の審査3つの重要ポイントについて、創業融資の代表的存在である国民政策金融公庫の審査を想定してお話しします。最後までご覧いただければ、準備不足で起業してしまっていきなり資金調達につまずくということがなくなります。ぜひ最後までご�覧ください。僕は起業家10年目、これまでたくさんの失敗をしてきました。自業自得ですが、軽症、重症、致命傷、たくさん散々食らってきました。いつも動画を見てくださる皆様には、同じ失敗をしてほしくない、避けられる苦労は避けてもらいたい、そういう思いでお話しします。では早速やっていきましょう。国民政策金融公庫の審査では、これをやれば100点というような明確な基準はありません。でも重要な3つのポイントがあります。いきなり準備なく起業してこれらをクリアするということは難しいですから、今のうちにポイントを押さえて計画的に準備していきましょう。創業融資の審査、3つの重要ポイント。その1、経営者としての能力はあるか。その2、財産の状況はどうか。その3、収支の見通しは堅実か。一つずつやっていきましょう。その1、経営者としての能力があるか。まず前提として、金融機関はお金を貸す側ですから、事業が潰れてしまっては困ります。そのため、この人は事業をやっていけるのかというのは非常に気になります。逆の立場であれば分かりますよね。危ないなという人には貸したくない、これが当たり前です。この人には経営者としてのスキル、ノウハウ、能力があるのか、これをしっかりと見られます。当然、起業するということは経営者になるということですから、経営者とサラリーマンは考え方から全く別物で、経営者としての能力が求められます。最低でも事業に関する知識や、マーケティング、営業など売上を作る能力、マネジメント能力、実務能力など多岐にわたります。上から与えられた仕事を確実にこなすというだけのスタンスではやっていけません。簡単に言ってしまえば、商売人としてやっていけるのかということです。性格や行動力の有無、事前準備の有無、計画の緻密さなどもそれとなくチェックされます。またその事業に関する経験も重要視されます。全くの未経験で素人ですというふうに見られると、かなり厳しくなります。一般的には3年以上の経験などと言われますが、それくらいの経験を積んでからの挑戦をお勧めいたします。審査と関係なくても、やはり未経験の分野の挑戦はやっぱりちょっとリスキーに見えますよね。その2、財産の状況はどうか。平たく言うと、持ってるお金に余裕があるかということです。どんなに素晴らしいプランも、お金がないと絵に描いた餅です。僕も辛い思いをしましたが、起業してしばらくは赤字で資金繰りが必死という状況が続きます。軌道に乗せるために、無駄を一切切り捨てていかなくてはいけません。一時期僕はプロテインとサプリメントだけで生活をしていました。プロテインを割る牛乳やミネラルウォーターですらもったいなくて、水道水でプロテインを割ってシャカ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 やってました。そこまでやれとは言いませんが、自制ができる人かどうかというのは、これまでの人生でどれだけ堅実にお金を貯めてきたかで測られます。今まで無計画だった人がいきなり計画な人になるとは、金融機関の担当者は思いません。すでに借金があったり、貯金がほとんどなかったり、税金の未払いがあったり、公共料金の未払いがあったりすると、当然信用されません。貯金、自己資金をどれくらい貯めていればいいかというと、自己資本比率 30% 以上、40% 以上が望ましいと言われています。自己資本比率については別の動画で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。ここでは簡単に説明しますが、例えば仮に1000万円創業に必要だとした場合に、そのうち300万円から400万円は自己資金を用意して、600万円から700万円を借りましょうねということです。これが自己資本比率 30% から 40% が望ましいと言われることです。その3、収支の見通しは堅実か。収支の見通しとは、事業継続して返済が最後まで行われる道筋の見通しのことを言います。創業計画書に売上、経費を予測する欄があります。それの実現可能性を見られます。これの見通しが甘かったり、根拠がないと見通しが堅実であるとは言えません。しっかりとした裏付けのある数字を計画に落とし込んでいきましょう。はい、というわけで、創業融資の審査3つの重要ポイントについてお話ししました。最後に、今回のまとめの前に、認定支援機関制度というものについてお話しします。最初は誰でも初心者です。いきなりうまくやるのは難しいかもしれません。そんな起業家のために、経済産業省は認定支援機関制度というものを設けています。
中小企業に対して専門性の高い支援を行うための専門家を認定するもので、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上の経営支援を行う民間の専門家を経済産業省が認定支援機関として認定します。認定支援機関も専門分野がそれぞれ違いますので、創業融資に強いお近くの認定支援機関に支援してもらうのがおすすめです。どなたか先輩からいい人を紹介してもらうというのも一つの手です。もしどこがいいかわからないということであれば、私もご支援できますので、概要欄からチェックしてみてください。それでは今回のまとめです。創業融資の審査、3つの重要ポイント。その1、経営者としての能力があるか。その2、財産の状況はどうか。その3、収支見通しは堅実か。いかがでしたでしょうか。僕も起業当初、本当に失敗だらけで苦労しました。仕事がない、お金がない、苦しみをとことん味わいました。動画をご覧になっている皆様には余計な苦労をしてほしくないと思います。僕には夢があります。皆さんにも夢があると思います。夢を現実に。こんなに楽しいことは他にありませんから。このチャンネルでは僕自身の創業時の実体験や、経産省認定支援機関として多くのクライアントの経営支援をしてきた実績と経験をもとに、勤め人を卒業したい、いつか起業したいという方に有益な情報をこれからも発信していきますので、ぜひチャンネル登録と通知ボタンオンをお願いします。 Twitter、Instagram もやっております。ぜひ概要欄からチェックしてください。フォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。